ではあの、私の方、大渕祐希の方から、えー、ソケット IO 専用のリバースプロキシデバッカーというものについての、えー、ソケットデバッグという、えー、私が開発したソフトウェアについてのお話をさせていただきます。まず、一番最初になぜこのソケット IO というものが必要なのか、ちょっとせっかくなのでカメラをオンにしましょうか。はい。なぜこのソケットデバッグが必要なのかということについてお話をさせていただきます。はい。 まずはソケット IO、そしてソケット IO のデバッグの問題ということがこの開発の本体にあります。ソケット IO というのは、Web ソケットや、もしくはこうポーリングの技術などをこう切り替えて、同,同期編集であったり、複数人での,あの通信のような、リアルタイムでの通信をえサポートする、そのうちのさらにこう便利機能を提供するライブラリーなんですね。根、ま、底、あ、にある機能としまして、Web ソケット、ポーリングによるこう通信のサポート。 その上に実はエンジン IO というライブラリが載っていまして、ここでこの WebSocket だったりだとか、ポーリングの通信方式の違いを吸収したり、このパケットの概念を上位層に渡したりしています。さらにその上のこうソケット i o というのがこう再接続であったり、ルームの概念、イベントの概念であったり、このような便利な機能を提供しておりまして、現在 WebSocket を使って何らかしらアプリケーションを作ろうとしたら、ソケット IO を入れて作るよねという,こうデファクトさんなどになりつつある技術です。ただこのソケット i o をこうデバッグしようとするといろいろ問題がありまして、 こう生の w e b ソケットを使ったデータのハンドリングだといいんですけれども、ソケット IO を使ってデータを送ると、まずソケット IO のためのこうイベントタイプであったり、パケットタイプというのが付与され、さらにエンジン i o がこうパケットタイプを付与し、それをさらにこう場合によって圧縮をかけ、なのでこうデバッグー出力をしてしまうと、普通の Chrome のようなデバッグ出力をしてしまうと、ほとんどこうデータが意味が分からなくなってしまうんですね。 なので、今までのこうデバッカーでは、このような中間層で付与された情報がこう邪魔であったり、圧縮されたデータが読み取れないといういろいろな問題がありました。このため、ソケット対応に特化したデバッグを作る必要があるだろうということで、今回の開発の方を行いました。では、次にソケットデバッグの方が実現することというお話をさせていただきます。まずこちらをご覧ください。簡単なデモになっています。こちら、左側の方が w e b ソケットを使ったアプリケーションになっていまして、右側の方がソケットデバッグの画面になっています。 まこちらの方で、例えばこうディレイを指定して、こう通信状況悪い状況をセミュレートしたりだとか、まあ、こうログを取って、その状態がどうなっているのかということを観測したりだとか、ということが行われているというのがわかると思います。はさて、まあ、ということで軽く説明させていただいたんですけれども、まあ、ソケットデバッグの方にある機能はまあ大きく分けて6つありまして、w e b ソケット用のリバースプロキシ、ソケット用のデコーダー、データロガ、統計情報の出力、 遅延ののシミュレータータ接続情報のテストこの6つになっていますでは、それぞれについて説明させていただきます。ソケット IO デバッグの機能一覧については、このように情報テスト、遅延シミュレーター、統計情報データローカーという形でまとまっています。まず、ソケット IO の方でこうプロキシによるデバッグを行うためには、そうですね、通信情報をこをリバースプロキシのような形でパケットをこう取ってくる必要があります。 このために WebSocket のリバースプロキシーを開発しました。まあ、こちら C++ のほうで開発していまして、m a c o スにプロビジョニングプロファイルを入れていただくことによって、えー、こちらから通信を中継しパケ,ットパケットを取り出せるというものになっています。さらに、このデータを先ほどこうそうです、ね、こう情報が付与されていくだとか圧縮されて読めないということをデコードするソケット対応デ,デコーダーにかけまして、これによってソケット対応のログデータを取っています。こちらのログデータの方はデータロガーの方で、 ログを取ってていいるのので何ららかしし将来的なデバッグにも活用していただくことができますこのデータローガーの方の情報ですが、まあ、このように基本的にこう起こった現象すべてすべてが保存されていくので、ちょっと人間には見にくいものになってしまっているんですね。これは後から検証していったりするためにはこう検索をかけたりしていただければ見ていただくことができるので、使える機能ではあるんですけれども、さらにこうリアルタイムで人間に分かりやすいように そうですね、このように、ちょっとなかなか流れが速いものになってしまっているので、人間に見やすいように、各イベントが一体どれだけの待機幅を使っているのかと、こうどれだけのこう負荷がかかっており、まあ、どこを改善すれば最もあなたのソフトウェアが良くなるよということが分かりやすいように、えー、統計情報の出力なども行っています。さらにこう、デバッカーの機能とします、もう一つの機能としまして、モバイル回線での遅延のシミュレーションなどがあったりします。例えばこれ、Wi-Fi での回線は非常にこう滑らかに動いていると思うんですけれども、 こちらの方で0.5秒の遅延をかけますと、まあ、このようにちょっと大細いなという形になってきます。この状況でもバグが起こらずにちゃんとこうアプリケーションが動くかどうかというテストのを行うことが可能になっております。また、例えばこうそうです、ね、先ほどソケット IO には再接続のであったり、こうルームの機能があるというお話をしたと思うんですけれども、そのさらに一旦、こう何らかしらの通信が接続されて切れてしまった場合に動機ミスがないかなどのチェックを行うための、えー、再接続のテスト。 え強制的な切断ををしててその後再接続を行ううといい仕組みを備えていますあこれによって今までのデバッグの問題であったモバイル回線の場合がどうなっているのか w e b ソケットのデバッグがなかなか足りないなとか w e b ェブソケットの安易運、デバッグ難しいこう自動再接続時どういう挙動をしているのかということこういうことが解決されましてこう接続のテストであるだとかデバッグの簡単さ再接続テストの簡単さ、まあ、専用のデバッグによるこうログ情報の見やすさ統計情報の見やすさということによって ソケットのです、ね、開発がより進むことを期待しています、まあ、以上がソケット対応の専用のリバースプロキシでデバッカー、ソケット対応でデバッグになっています。現在、ちょっとそうです、ね、準備中なんですけれどもであの、GitHub の方で公開しておりますのでよろしくお願いいたします。では、これで発表の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。